意外だった なんか全て出てくる人物がなんか旨味を持ってるよね、このゲーム。ただのお笑い担当でないっていう。ワクツフェアさんいらっしゃい、一ゲットありがとう。タスケさんいらっしゃい、アックンいらっしゃい、鬼村さんいらっしゃい、クロムゼさんいらっしゃい、ダメガネさんいらっしゃい。しかし神崎ちゃんよく人質になりますね。ワコパス七個目さんいらっしゃい、ノリトペさんいらっしゃい、アラフネさんいらっしゃい。10ポイントまであと5ポイントです。5時に何が起こるんだろう。マスコミが押し寄せるんかな。10個目さんいらっしゃい、11個目さん、12個目さんいらっしゃい。神崎ちゃんヒロインしてるね。うん、味があるキャラばかりで。ジャガさんいらっしゃい、ラクタさん、マサキさんいらっしゃい。あ、レトさんいらっしゃい、ごめんなさい。ヒロインは人質にならないと。うん、マコハラいらっしゃい。偽物かな、本物かな、私もわかんない。係長いらっしゃい、はぶられてる感じ。ヒムさんいらっしゃい。ヒロイン狂犬、偽物だと思うか。さあどうでしょう、教えてくれる。いいよ、ダイヤは本物だ。嘘をついてる顔ね。悪かったな、元からこういう顔だ。やっとわかったわ、あなたを脅しても無駄ね、鬼塚くん。こっちのお姉さんに犠牲になってもらう。うう暴力は嫌いだわ、でも仕方ない。恨むなら鬼塚くんを恨んで。うう覚悟しなさい。来た。言霊ロゼさん、27個目さん、物欲さん、マットさんいらっしゃい。何これ、どういうこと。飛行船の事故だ。この庭園に着陸する。マスコミも嗅ぎつけた。もう銃は撃てない。プラス30ポイント逆転だ。え、事故、事故と見せかけて着陸させたのかな。めっちゃ泣いた。無茶するな。事件現場の上空から映像をお届けしています。飛行船の落下現場で、銃撃戦が起きていたっていう。撃ってる。繰り返します。本日午後5時過ぎ、目黒区にある地側園に飛行船が落下しました。現在その落下地点で警官隊と謎の集団による銃撃戦が行われています。死者数の数は今のところ不明。銃撃戦は今も継続中で、現場の上空でも時折銃声が聞こえます。周囲の道路は封鎖、近隣の住民に避難するよう呼びかけているとのことです。飛行船の落下原因も不明。事件の関連性について現在調査中です。詳しい事情が分かり次第またお届けします。すごいことになってる。あ、こつ55個目さんいらっしゃい、まさきちさん、ゼロさんいらっしゃい。銃弾があったんだね。明日の新聞の一面はこれで決まりだな。神崎大丈夫か。ええ、なんとか。小山田圭生は無事です。怪我をしてますが、命に別状はありません。うまくいったな、上出来だよ。溝口隊は、まだ確保してない。所轄の到着が遅れたので、完全に包囲することはできなかった。今、シットが入って中を捜索してる。条件が悪すぎる。逃げ道はたくさんあります。確保は難しいでしょう。それより片桐さん、グレンはどこに。井上警部に会長が乗った黒い車を追跡してもらった。だが巻かれたようだ。さっき連絡があったよ。どうします。この場が収まるまで待つしかない。検診会の本部はどこです。待て鬼塚、気持ちはわかる。だが本部に押し込んで何も出てこなかったらどうする。でもこのままじゃ。落ち着け鬼塚、今はまだ動かない方がいい。中で待機しよう。はい。
大水か。今回は何というかお前の世話になった。ご無事で何よりです。いい気になる大水か。歌詞を作ったと思うなら大間違いだ。今回のことは一応感謝しといてやる。わかったな。はい、それでいいです。全く素直じゃないんだから。出れたね。出れたのかな。汚いツンデレ。一応ペコってしてたよ。いやいや、ペコってしてた。気まぐれさんいらっしゃい。ささみんじゅなさんいらっしゃい。嬉しくないな。あ、偽物だ。つまり池に投げ入れたダイヤは偽物だね。そうです。はい、お水香さん電話です。誰だ。溝口大から。お水香だ。一回しか言わないからよく聞いて。西品川6丁目3-4第二砂山ビル。グレンはそのビルの地下にいる。本物のダイヤを持って1時間以内に来て。あなた一人でね、お水香くん。1時間は無理だ。無理ならグレンは死ぬ。殺せるのか。殺せないと思ってる。1時間しか待てない。これは脅しじゃない。じゃあ待ってるわ。どうするつもりだ。グレンを救出するためにそのダイヤを溝口に渡すのか。そんなことしたらダイヤは溝口からエデンボリの手に渡るわ。そしてエデンボリはマラボアの革命軍にダイヤを渡すだろう。兵器と一緒にな。その結果どうなる。マラボアで戦争が始まります。アフリカの涙は伝説のダイヤだ。ダイヤの所有者がアフリカを支配するという言い伝えがある。ダイヤを渡せば休戦協定が無力化して戦争が始まる。戦争が始まれば必ずたくさんの人が死ぬ。いいのかそれで。いいはずがない。そんなことは許せない。みんなの意見が聞きたい。グレンを救うためにダイヤを渡してもいいのか。神崎どう思う。ダイヤを渡さずにグレンを見殺しにする選択もあるってこと。そうだ。本来ならケイセイや神崎が捕まる前に検討するべきことだった。私も小山田もこうやって無事に救出されました。それは結果論だ。結果論です。でもグレンを見殺しにするなんて無理です。中村君はゼロ化の原則は曲げない。目の前の結果にこだわるべきだと思います。目の前の結果。そうです。確かにダイヤを渡せば紛争の火種になるかもしれない。しかしだからといって目の前の一人を犠牲にはできない。鬼塚はダイヤか、それともグレンか。両方です。ダイヤを渡す。でもグレンを救出したら奪い返す。できるのかな、そんなこと。できるのかじゃない、やるんだよ。俺も賛成だ。なら私も。よし、グレンを救出する。1時間で飛ばしたのかな。行ってらっしゃい。大水香だ。地下に降りて、会長が待ってるわ。怖っ。大水香さん、大丈夫でしょうか。確かに心配だが、見張りがいる。これ以上近づくのは危険だ。一応手は打ってある。あの雑居ビルから大通りに抜けるルートは3つある。1つはこの道、残り2つのルートは井上警部と北村に押さえてもらった。奴らに逃げ道はない。鬼塚とグレンが一緒に出てきたらすぐに救出する。シットの応援は必要ありませんか。一応小山田には頼んでおいたよ。ただ地側園の一件がまだ片付いてない。ここは鬼塚に任せよう。あいつならうまくやるさ。そうでしょうか。信じてないのか。違います。でもただただなんだか胸騒ぎがします。バイトセンさんいらっしゃい。ダイヤを持ってきた。約束通りグレンを解放してくれ。確かめさせてもらうわ。間違いない、本物です。約束だ、グレンを解放してくれ。
約束？虫のいい話だな、鬼塚君。約束を破ったのは君の方だ。へえ。打ち合いというのか。どういうつもりだ。簡単だよ。お互いに弾一発先に打った方が勝ちだ。勝ち？生き残る、それだけだ。君が勝ったら生きて帰れる。グレンが勝ったらグレンを解放する。簡単な話だ。タエ、用意しろ。鬼塚くんの弾が外れたら、タエ、お前が撃つんだ。妻だった女に撃たせるのか。罰だよ。罰？タエには未練がある。その甘さが失敗を招いた。少しは目が覚めるだろう。そんな理由で撃たせるのか。これが私の教育だ。こんな状況耐えられない。口を開くな。お前に意見など求めていない。さあグレン君、助かりたかったら先に引き金を引くんだ。溝口と隊を撃てばいいんじゃね。周りにでもいるから、いっぱい撃てば助かる。急所を外してもここにいる連中が後始末はしてくれる。鬼塚君もそうだ。先に引き金を引け。外しても隊が撃つ。引き金を引かなければ二人とも助からない。だが先に撃った方が生きてここを出られる。それだけは私の名誉にかけて保証しよう。さあ覚悟はいいか。鬼塚、遠慮するな。撃て。俺は絶対撃たない。素晴らしい。グレン君は覚悟を決めた。友情は美しい。さあ鬼塚君、引き金を引け。簡単じゃないか。簡単じゃないな。人を殺すのは初めてだ。殺すじゃない、始末するだ。教えただろ、表現には注意してくれ。さあ鬼塚くんも覚悟を決めるんだ。よし、始めよう。10秒以内に打て。秒読み始めます。1 2 3 4 5 6。クレヨン打つ。選択が出る。お、ああ、グレン撃たれた。ダメか。だから私は嫌だって言った。もううんざり、殺し合いなんて。撃たないとダメなんか。地下室の選択3。ちなさん、カリスマ新社さん、いらっしゃい。早めに打つとなんかあるのかな。エンディング開始だし、ギリギリの時に溝口打っても打つ相手選べたり。ちょっとカーソル動かしてみようか。うん、左右やってみるわ。グレンを打つっていうのが出た後に、タイ。笑えなくなった。救急車だ。こんな殺し合いは誰も望んでない。もういいだろ、もう十分だ。十分じゃないわ。そしてタイが生き残るエンド2。ニコ。ちゅうことはちょっとグレン打たないとやばいかもな、これ。次会長打つわ。最後にグレン打つ。2 3 4 5 6 7 8 9。ふふふふふ。鬼塚、残念だ。鬼塚くん、グレンを撃てば命は助かった。
友情なんて甘い幻想を抱くからこんな結果になる。バカな男だ。早いわよ。これ 1? じゃあグレンちょっと打ってみる。時間あるかな。時間待たずに打てないのかな。速攻で溝口打つってこと。秒刻みで打ってみようか。右を押す。右を。無理だ無理だ。6秒目で無理でした。1ではね打てないです。選択が出ないからダメだな。一番警戒されてるんだから無理だろ。そうだな、そうなるな。やだ、グレン打つの。じゃあグレン打つ。なんか別のゲームみたいになってる。射撃ゲーム。6秒目でグレン打つわ。自分の選択はね、ないわ。じゃあグレン打ちます。足を打ってダエ、打ちなさい。もう十分だ、殺す必要はない。それはどうかな。やめてください。まだその男に未練があるのか。ダイヤはここにあります。もう十分です。先ほどの死体をもう忘れたのか。ダイヤは渡した。言われた通り銃も撃った。もういいだろう、グレンを解放してくれ。ダメだな鬼塚君、情熱が感じられない。もっと真剣に頼んでくれ。真剣に頼んでるよ。アフリカの民だ、お前に渡した。だから無駄な殺生はやめてくれ。ダメだな鬼塚君、人に物を頼む態度じゃない。君には何度も教えたはずだよ、大事なのは表現だとね。分かったよ。土下座するの。お願いします、グレンを助けてください。助けてやってください。やっと言えたな鬼塚君。君の素直な言葉は初めて聞けた気がする。いいだろう、グレン君は助けてやる。解放してやるよ。耐え、止血してやれ。はい。さて鬼塚君、君はグレンの代役だ。頭の切れるやつを一人ゲストとして連れていく約束をしてる。グレンの方が面白いと思ったが、君でもいい。付き合ってもらうよ。ああ、代わりに行くのか。アテレコ上手ですね、いらっしゃい。棒読みですよ。ですよ。片桐さん、見てください。ヘリです。どこだ。上からか。屋上です。クソ、あいつらヘリで逃げるつもりか。片桐さん、あれ、あそこを見てください。男が出てきました。グレン、グレンです。エニックスさん、いらっしゃい。ガレオ、アデュー。ようこそ皆さん。今日は年の瀬、一年を締めくくる大切な一日です。わざわざ足を運んでいただいたことに感謝いたします。じいちゃん来てるね。皆さんまさに神に選ばれし男たちです。ご存知の通り、我々はあなた方に無理難題を投げかけた。ラダ・デシュバンデさん。誰？あなたには PSDC の要人暗殺をお願いしました。あなたはこの難題に見事に立ち向かった。そして成果を上げた。国民民主連盟にとってこれは大きな一歩です。民主主義を重んじる我々にとって有意義のあることでした。我々はあなたを支持します。たとえあなたの目的がパイプラインで運ばれる天然ガスであったとしても、
父ちゃんかこれ。アルフレッド・サーローさん、あなたには AFRC の司令官暗殺をお願いしました。見事成功しました。ありがとうございます。南米の急進左左派の、活動はこれで確実に停滞します。民主主義の、擁立を目指す、新米諸国にとって、追い風となるでしょう。我々はあなたを支持します。たとえあなたの目的が革命軍を支え続けてきた麻薬精密工場だとしても自己紹介を代わりにしてる。サハ、うんうん、サハ。溝口刑事さん、あなたにアフリカの涙をお願いしました。素晴らしい。あなたはあのダイヤを見事に取り戻してくれた。停滞したマラバーの動きもあのダイヤで活性化します。新政府自立モークロムマラブア革命軍の士気は間違いなく上がるでしょう。我々はあなたを支持します。たとえあなたの目的が紛争によってもたらされる武器売買の利権だとしても、そしてあなたを許します。あのダイヤがあなたの娘の手で持ち去られたものだとしても。演説はもういい。民主主義なんてただの褒美に過ぎない。甘い汁を吸ってるのはお互い様だ。見解の違いです。しかし見解の違いは話し合いによって解決できる。我々は認めます。東南アジアにおける武器の売買権をお渡ししましょう。天然ガスの件も相談に乗ります。あともう一息です。もう一息、どういう意味だ。もう一つだけテストがあります。そんな話は聞いてない。我々があなたに与えようとしている権利は決して軽々しいものではない。お分かりでしょう。しかしテスト自体はごく簡単なものです。ご心配なさる必要はありません。どんなテストだ。他の二人にもテストをご用意します。ご不満があるなら退出していただいても構いません。もちろんその場合お渡しするはずの権利は消滅しますが。いいだろう、やるよ。私も残る。どんなテストだ。ラダさん、静かに話しましょう。こちらへどうぞ。別室にご案内します。うん、あれ、水子さん、今からディベートを始める。ディベート？テーマを決めて相手を論破するの。相手を言い負かせばあなたの勝ち。討論は得意でしょ。テーマは誰が決めるんだ。エデンボリ様です。制限時間は3分。3分以内に説得できれば、できなければあなたの負け。負けたらどうなる。私があなたの心臓に弾を打ち込む。勝ったら生き延びる。3人勝ち抜いたら無傷で解放する。やらないって選択肢あるのか。ありません。これラスト交渉っぽいな。1人3分。これ本当にボスラッシュだね。足立さんいらっしゃい。ここは礼拝堂の横にある懺悔室です。座りたまえ。懺悔することなど何もない。懺悔することが多すぎてわからないと言い直しませんか。そんなことを言うためにここに連れてきたのか。簡単なテストです。正面のモニターを見てください。誰だこいつは。警視庁の交渉人です。名前は鬼塚陽一。なかなか切れる男だと聞いています。こんな見てる笑っちゃった。鬼塚、彼とディベートをしてください。チェーンでロックマン。ディベート、そうです。彼を言い任せばいい。テーマは赤と黒はどっちが黒いか。バカバカしい。どっちにします。ゲストはあなたです。選んでください。決まってるだろう。黒の方が黒い。よろしいでしょう。あなたは黒を選んだ。
早速始めましょう。勝ち負けは誰が判定する？もちろんエデンボリ様が。水鏡の話だ。さあ始まるわ。ディベート開始。赤と黒なら赤の方が黒いと論破しろ。結論から言おう。黒の方が黒い。説明するのはバカバカしい。いいか、よく聞け。色を認知する場合は常に網膜にある細胞が反応している。細胞に含まれる3つの色素が色素の話はもういい。今の話は視覚のメカニズムしか語っていない。黒がなぜ黒いか、その理由を語っていない。色を感じる仕組みを説明しているだけだ。ああ、わかってる。だがそれで十分だろ。いや、十分じゃない。黒の方が黒いことを証明したことにはならない。ふざけるな、言いがかりだ。赤を赤として感じ、黒を黒として感じられれば黒の方が黒いと言える。わざわざ証明する必要なんてない。どちらが一方か証明する必要がないと言ってしまえばそれまでだ。議論なんて成立しない。理屈をこねるな、言いがかりだ。これだけ言ってもまだわからないのか。呆れたやつだ。こっちがルールを理解してないとアピールしてるんだな。さすが交渉人だ。手が込んでるな。誤解だ。そんなつもりはない。赤の方が黒いと説得できれば俺の勝ち。黒の方が黒いと説得できればお前の勝ちだ。条件は一緒なんだ。つまり黒の方が黒いと認めさせればいいんだな。説得すればいいんだな。一応確認しておく。ディベートのルールは知ってるな。ずいぶん偉そうだな。私を侮辱してるのか。それは誤解だよ。きちんと討論しようと言ってるだけだ。じゃあ君の話を聞こう。赤の方が黒いを証明してみせろ。よし、じゃあこんな話はどうだ。ペンハムのコマを知っているか。黒と白に振り分けたコマを回すとあちこちに別の色が見える。知ってるよ。錯視と呼ばれる現象だ。その通りだ。黒が常に黒いとは言えない。別の色にも変化する。だから黒が必ずしも黒いとは言い切れない。弱いな。それじゃダメだ。黒の方が黒いとは言い切れないと言っているだけだ。いや待ってくれ。この話には続きがある。黒は黒いという常識を否定しなければ話は始まらない。お前が繰り返し当たり前だと言っていることを突き崩す必要がある。ベンハムの駒はただの錯覚だぞ。色がたくさんあるように見えるだけの話だ。それで常識を突き崩せるのか。分かってないな。検証も常識も必要ない。相手が反論できない答えを引き出せばそれでいいんだ。ディベートはそういうゲームだ。知ってるよ。バカにするな。分かってきたよ。それがお前の手口か。わざと理屈をつけて時間稼ぎをしたいんだ。がっかりだよ。こんな相手じゃダメだ。何時間話してもディベートにならない。勝ち負けがつかない。笑わせるな。それが狙いだろ。私は論理的に話してる。話にならないのはお前の方だ。勝ち目がないから引き分け狙いだろ。呆れるよ。恥を知る。恥よ。水かけ論をしてる余裕は。制限時間があるんだ。それが狙いだろ。散らばっくれるな。ぐだぐだ話しやがって。いい加減にしろ。黒の方が黒い。説明するつもりはない。赤の方が黒い。異論は認めない。俺が黒いと言ってるから赤の方が黒いんだ。そんなんじゃ討論にならないだろ。お前の真似をしただけだ。分かったか。このままじゃディベートにならない。結論をただ連呼しても話は進まない。頼むから話を聞いてくれ。罵り合うだけじゃ討論にならない。嫌だね。その手には乗らないよ。もう君の話は聞かない。私はもう喋らない。君の話にも耳を貸さない。もういい。私は引き分けでいい。分かった。じゃあ話さなくていい。俺が一方的に話す。あ、お疲れ様です。危ない。ちょっと次役行きます。